は選手たちに本当にお疲れ様という思いと素敵な時間をありがとうという感謝の思いと羽生と金博洋エキシビションならではの光景です。本当に仲のいい姿というのがよく見られます。こうやってスケートというスポーツを通して世界中にこうした仲間たちができて高め合っていけれるということが、それこそがこうスポーツのあり方かなというふうに思います。またフィギュアスケートファンもつながっていきますからね。またここでも見られました。リュウ・キンウが羽生結弦をお姫様抱っこ。でも本当にこういう国を超えた仲間の姿って本当に素敵ですよね。そして羽生結弦の最高の笑顔も見えました。歴史の扉をまた開いた羽生結弦、ありがとうございました。その声が